本当に街の中を歩いてるとこの地区、ブリッジ区のとこ歩いて、において5年間の総額を決めますから、その中で、防衛力 をあるいは、整備をしていくということになっていく、まあ、これは変わりがないということであります。それもすでに一昨年、決まっているということであります。例えばですね、かつて、第一次安倍政権時代に、防衛庁を防衛省に昇格をさせました。その時も同じ質問を受けたんですね。防衛省に昇格をさせると防衛費増えますか。ということがありますから、いわばそれと同じように関わりなくやっていかなければいけないとこう考えています。はい、それでは運転をしておりました時刻を過ぎましたので、以上をもちまして、安倍総理の記者会見を終わらせていただきます。皆様ご協力どうもありがとうございました。安倍総理大臣の記者会見でした。では政治部の田中記者に聞きます。田中さん、安倍総理大臣ですが、今回の法整備について、厳しさはまず安全保障環境に対応するためということを強調していましたね。そうですね、北朝鮮のですね、弾道ミサイルや、核開発の例などを挙げてまして、はい、やはりその深刻さを増していると、して万が一の備えを怠ってはならないということを主張していました、はい、でその上でですね、集団的自衛権の行使が必要な事例を挙げまして、国民の命を守り抜く上で十分な法制となっていないのが現状だとして、はい、安全保障法制の整備の必要性を強調していました。でただ一方でですね、アメリカの戦争に巻き込まれるようなことは絶対にないということも主張していました、はい、さあ今日の閣議決定を受けまして、論戦の舞台、入るまでに十分な時間、準備の時間が必要だとして、早期の審議入りには応じない構えで、はい、審議に入る前からですね、早くも対決色が強まっているんです、はい、
で、その内容についてもですね、専守防衛に徹する観点から安倍政権が進める集団的自衛権の行使容認は認められないとして法案を廃案に追い込むとしているんです。でまた共産党や社民党もですね、今回の法案は海外で戦争する国に日本を伝える戦争立法、田中記者でした。以上、安全保障法制の関連法案の閣議決定を受けた安倍総理大臣の記者会見と記者解説をテレビと同じ音声でお伝えしました。安倍総理大臣は安全保障法制の関連法案を閣議決定したことを受けて記者会見し、法整備によって日米同盟の抑止力はさらに高まり、日本が攻撃を受ける可能性は一層なくなっていくと強調するとともに、アメリカの戦争に巻き込まれることは絶対にありえないと述べ、法整備に理解を求めました。この中で安倍総理大臣は、もはや一国のみではどの国も自国の安全を守ることはできない時代だと述べ、国際的な北朝鮮の弾道ミサイル、日本に近づいてくる国籍不明の航空機などの脅威を指摘し、この厳しい現実から目を背けることはできない、私は近隣諸国との対話を通じた外交努力を重視しており、今後も積極的に外交を展開していくと述べました。その上で安倍総理大臣は、集団的自衛権の行使に関連して、私たちのために任務に当たるアメリカ軍が攻撃を受けても、日本自身への攻撃がなければ何もしないままでいいのかと述べました。そして、日本近海においてアメリカ軍が攻撃されるといった状況は人事ではなく、まさに私たち自身の危機だ。3つの要件による厳格な歯止めを法律案の中にしっかりと定め、極めて限定的に集団的自衛権を行使できることとしたと述べました。また、安倍総理大臣は、アメリカの戦争に巻き込まれるのではないかと漠然とした不安を持つ方もいるかもしれないが、そのようなことは絶対にありえない。日米同盟が完全に機能することを世界に発信することによって抑止力はさらに高まり、日本が攻撃を受ける可能性は一層なくなっていくと述べ、法整備の必要性に理解を求めました。安全保障法制の関連法案の閣議決定を総理大臣の記者会見についてお伝えしました。では株と為替の値動きです。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日より194円48銭安い19570円24銭。東証株価指数トピックスは 12.72 下がって 1591.49 でした。東京外国為替市場は午後5時時点の円相場は昨日に比べて66銭円高ドル安の1ドル119円16銭から18銭でした。一方、ユーロに対しては昨日に比べて91銭円安ユーロ高の1ユーロ135円71銭から75銭でした。以上、富田がお伝えしました。広島の11回戦、試合はすでに動いています。巨人が2回終わって3対1、2点リードしている状況です。これから3回の表、広島の攻撃が始まります。この試合の解説は与田剛さん、実況抜粋、両チームのリポートは田中貴博アナウンサーです。与田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3対1と2点を追います広島、3回の表の攻撃がこれから始まります。8番のキャッチャー石原からという打順です。今日は巨人が先発はマイコラ、そして広島は野村が先発です。広島は1回に田中の先頭打者ホームランで先制をしました。しかし先ほど2回の裏、巨人が3点を入れて逆転に成功しています。2点を追う形になりました3回の表広島の攻撃。この回先頭は石原から第1球ピッチャーが投げました。アウトコース高め直球外れてボールです。ワンボールノーストライクです。3連戦の第3戦です。昨日おとといと巨人が勝ちました。巨人2連勝で臨むこの第3戦です。第2球を投げました。アウトコース直球決まってストライク。ワンボール。巨人の先発マイコラスは右オーバーハンドのピッチャーです。背番号39番、196センチの長身です。3
対1と2点を追います広島の攻撃。3回の表第3球を投げました。アウトコース、スライダー外れ、空振りです。ワンボール、ツーストライクです。広島は今日1番が先頭打者ホームランの田中、2番が菊池、3番に丸、4番がロサリオ、5番松山、6番が天谷、7番木村、そして8番が石原です。第4球を投げましてワンバウンドしました。ボールです。2ボール2ストライクです。そしてラストバッターピッチャーの野村というスターティングオーダーになっています。マウンド上は今日先発マイコラス、そして巨人は昨日坂本と阿部が復帰しまして、キャッチャーが阿部、そしてショートに坂本が入っています。次が5球目、第5球を投げました。インコース詰まりました。ファーストの右、ハーフライナーですがファールグラウンドに落ちました。ファールボールです。2ボール2ストライクです。解説は与田剛さんです。この試合ですがいきなり 1,2 回で試合動きましたね。そうですね。